部隊が到着したぞ。監視は終わりだ。俺たちも合流する。見張りは終わりか。やっぱりやるのかよ。コンバットフレームとレールガンが来ている。状況は悪くない。マザーシップめ、ここを制圧してコロニーを作るつもりなのか。正面に鉄道の高架がある。そこに展開し敵を掃討しろ。よっしゃ、後ろだ。高台を確保しろ。高架で敵を迎え撃つぞ。歩兵は前進しろ。高架に敵を近づけるな。死に上がれ。掃討完了。全滅しました。奴らクローン兵士らしい。エイリアンの人権問題に直面することになるとはな。と、マザーシップを撃墜するチャンスだぞ。怪物がいるぞ。マザーシップの下は怪物とエイリアンだらけだ。マザーシップはこの場所にエイリアンのコロニーを作ろうというのか。マザーシップから何か降りてきます。二足歩行のロボットです。武器らしきものを持ってます。おい、あれはロボットだぞ。人型のロボットです。敵の新兵器だ。敵ロボットへの攻撃を許可する。破壊しろ。アニメだと大体の宇宙人は二足歩行の巨大ロボットで襲ってくる。現実になるとはな。エイリアンの次はロボット軍団かよ。ロボットの大部隊だ。街がロボットに乗っ取られるぞ。こいつらロボットじゃないぞ。中にエイリアンがいる。その花鎧だ。鎧を着てる。鎧を
極端エイリアンだぞ。中にエイリアンが入ってる。ロボットじゃないのかよ。中を見ろ、初めて見るエイリアンだ。こいつら何者なんだ。なんて不気味な姿だ。以前のエイリアンと違う、人間型じゃないぞ。人間には似ても似つかない。人間とは異なる姿のエイリアンか。エイリアンが着用しているのは鎧ではなく宇宙服だと推測されます。宇宙服？防弾性が高く着用者を守る鎧でもあるようですが、最も重要な機能は汚染された大気から身を守ることでしょう。大気汚染の中でも活動できるというわけか。建物に入れ。必ず救援部隊を送る。生き延びろ。